てーん、てっ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 てれれれてれれれれてーん。ウィニングポスト82017はご覧のスポンサーの提供でお送りいたします。皆さんこんにちは、湯豆腐にはポン酢でしょうです。 G1 制覇の旅第107夜、本日のメインは弥生賞エース帝王が出走します。エースとして負けられません。勝って皐月賞への勢いをつけましょう。そしてみんなのアイドル横綱が久しぶりに出走します。連勝街道を維持したままビクトリアマイルに挑戦したいので本日のレースも負けられません。おはようございます。今日ね6レース行こうかなと思ってて、3月3週まで横綱も行こうかなと思ってまして、横綱ブーケ、帝王、まあ、今日のメインですね、弥生賞 G2 で、リリー、 あとロケット、3月1週がロケットしかないんですよね。で、もう少しのデビュー戦ですねの6レース行こうかなと思います。そうすりゃ明日の動画がちょっと撮りやすくなるのかなと思うんですよね。よし行きましょうか。さあ頑張ってもらいましょう。横綱って連勝カード持ってたっけ？持ってるんだったら勝たなきゃだよね。ロケットいいじゃん。よし行ってこい。ちょっとごめん、コメント開くね。前々回海外ヨーク買った時のにキングマンボっていう馬がねすごい強いらしいんですよ。これはいいスタートを切りました。綺麗なスタートを切りました。ソリッドマインド、この辺りも前へ行きます。俺キングマンボって名前に食いついてたかな。キングベンチャー先手を取りました。すごい好きな名前なんだけど、すぐ後ろ好位置をキープ。多分金のお守りがいっぱいあったのかな。まあ何らかの類で変わらなかったんだろうな。その外にピックスゲート並んで6番シェイクセンサー。さあ先頭は依然として2番キングベンチャー、ゴーネットリープ、ほとんど差がありません。帝王に関してのコメントもいくつか聞けて、海外 G1 海外の三冠行こうぜってコメントもあれば、日本の三冠っていうコメントもあって、キングベンチャー残り100m、 結局これはね日本の三冠をチョイスしたんですけど、追いすがります。いいじゃんロケット。ロケット1着2着は微妙です。1番人気に応えましたマノリーロケット、見事です。素晴らしい。この悪天候の中よくやってくれましたね。いいよ。はい。うん、いいんじゃないか。はい。で、うん。3月2週が4レースあるのかな。けどうちにマンボウいるぜ。うちにマンボウいたわ。うん、おい3レースか。もう少し出てほしいな。俺このさ新馬戦の抽選ってのがね嫌なの。次に出るレースが3歳未勝利とかになるわけでしょ。次も新馬戦に出させてくれよと。負けたわけじゃないのに未勝利に生かされるのがない。なんか嫌なんだよね。帝王頑張ってね。おーい。横綱、能力は連勝カード持ってんだ。勝たないとだな。勝ってビクトリアマイルでしたっけ、行かないとね。ただ面子を変えたことでどうなるかだな。
よし。2レースですか、行きましょう。なんやかんや今日すぐ終わりそうだな。お、ブギーを一番人気、頑張れよ。いらっしゃい。明日の動画撮りだめです。最近さ、まあ、なんやかんやで忙しくはさせてもらってんだけど、俺ね、阪神競馬場本日の午前中に全てを終わらせたい人間なの。目白シンが手遅れてしまいました。その仕事も動画の撮影編集もボロボロ、それに続いています。さらにはオリーブカーソン、実際無理だから、実際もう午後にはなってしまうんだけども、後方からの競馬、まあ大体もう2時過ぎには何も やりたくないのか。先行勢にどう影響するか。前は磯野ルーブ、その午後のほとんど自由時間っていうのを、マノリーブーケ、これはいい位置につけています。なんだろう、本当に自由な時間に当てたい。さあ先頭はで、前までね、あのテイルズオブベルセリアをやって、その隣からは時間潰したりしてたんだけどさ、その後ろ、その外からはギャロップルニア、その外からはオリーブカーソン、勝って失敗してもやってないからね。続いています。アランデチルキーアップル、最高峰から FF3 を始めた。何回も挑戦していくよね。未だにね、クリアしたことないんだよ FF3 って。2番手はギャロップジュニア、手応えは悪くありません。前を捉えられるか。あと 200m、 ファミコンやってる。イソノルーブル先頭だ。残り 100m、 さあ頑張れ。イソノルーブル先頭、2番手はマノリーブーケ、イソノルーブル、この馬で決まりか。イソノルーブル1着、イソノルーブル完勝。この動画を見てくれてる方の世代でファミコンの FF3 をやったことある人はどんだけいるか分からないけど、もうだいぶ前にやった時に、あのマップ上でダメージ食らって、それで全滅したんだよね。敵にやられたわけでもなく、なんか罠みたいなのにかかって、しばらくセーブしてなくて、お、マジで出よう。3番人気、そうなの。リンドシェーバー聞いたことあんな。え、なんで3番人気、2番人気どれ。ワイルドウェイって馬かな。こっちじゃ分かりにくいな。てか作戦が多いなってんな。差しでいこう。1番人気がリンドシェーバー、2番人気がワイルドウェイ。ワイルドウェイって聞いたことないな。ただリンドシェーバーは聞いたことある。やだな、なんか俺当たり前のように一番人気かなと思ってたわ。東海帝王の、コメントだと、92年有馬記念で腰痛めたらしいんですよね。その後骨折して 1年ぶりに引退レースとして出走した93年の有馬記念で奇跡の復活を遂げ優勝しています。の発想です。生涯で3度の骨折があったらしいですね。ユアビーム前に行きそうです。リンドシェーバー、それ怪我しやすいのか。桜パーティーってことは健康、10番ノーブルプリンス、その後ろ後方に控えたのが大鳥ホラリス。健康だね。先頭から見ていきましょう。健康が低いのかね。ユアビーム、その外に桜パーティー、オレンジの帽子ノーブルプリンス、その後ろリンドシェーバー、後位をキープ。これに続いて王将ビット、ね、この辺りで各馬第1コーナーをカーブして第2コーナーに向かいました。1番人気のビートシェーバー、現在先段です。引退レースとして有馬記念に出て勝っちゃうところってすごいですよね。今日はどういった競馬を見せてくれるでしょうか。では前の方から見てみましょう。このスポーツでもいるけどさ、なんだろう、怪我に泣かされた天才というか、これが先行勢にどう影響するか。サッカーで先頭から最高峰までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。もう一度先頭から、怪我にさえ強ければなみたいな。さあ先頭はまだ9番エームシャワー、まだ粘っています。2番手はユーアビーム、桜パーティー、3番手、いやー俺これ勝てると思ってんだけどな。答えるか。
後続も追い上げていきます。頑張ってくれ。さあ先頭はワイルドウェイ、4コーナーをカーブして、さあこれからです。ここで先頭に立ったワイルドウェイ、あと 200m 一気に後続こっから伸びるよ。来たワイルドウェイ、粘るマノリー帝王、迫る一気にマノリー帝王、うわー負けた。一戦のゴール前、これは写真判定です。いや負けたでしょう。これは際どい勝負。ゴールの瞬間もう一度 VTR で確認してみましょう。あ、意外と、いや負けてるだべ。俺には負けた風に見えてたけど、うん、ワイルドウェイって全然知らんけど強いんだな。いやー、いやまあ出ますよ出ますよ、 もちろん出ますけど、ちょっとなー、いやまあいけると思ってたんだけどな。横綱頑張ってね、ここ負けらんないよ、頼むぜアンダーソン。最近この大豊さんが何かと乗ってくれますよ。まあ、リリーは作戦は差しでいきましょう。いやーちょっとね、なんだ、結構なショックはあるな。うん結構ショックだな。まあ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 しゃあないけどな。まあ皐月賞しっかり勝ちましょう。本日の第8レースの発走です。スタートしました。各馬揃った見事なスタートを切りました。さあ先行争い何が行くんでしょうか。ビッグキャロット前に行きそうです。では前の方からビッグキャロット大丈夫手を取りました。こっから伝説作っていくから。シンホリスキー並んで5番、オースミファイト、緑の帽子ゴールデンサッシュ、その後ろ好位置をキープしていますナイスネイチャー。この辺りで各馬第1コーナーから第2コーナーへ向かいます。では前の方から上々だってさ、第3部から人気が爆発したわけじゃん。その後ろからはビッグキャロット、内からはオースミファイト、その外から西のシャープ、好位置をキープしています。ドラクエだってさ、ナイスネイチャー、3で伝説的な売り上げがあったじゃん。リリー、その外から社会現象を起こしたじゃん。その後ろに大体3番目ってのはすごいんだよ。オースミソウル、その外にアグネス。ちなみに俺ジョジョで好きなのは2部と4部だ。1000メートルを通過しました。ここまでほぼ平均ペース。ドラクエで好きなのは5。影響はなさそうです。先頭から最高峰までおよそ10馬身。今の3の下りは何だったのか分かんないけどさ。ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。先頭は依然としてシンボリスキー。 FF3 はクリアしてないぞ。まだ粘っています。ビッグキャロットほとんど差がありません。3番手にここはクリアしてんだけどな、まあ、15はクリアしてないけど。ナイスネイチャー、果たして先頭を捉えるか。後続集団も追い上げにかかります。さあ先頭はビッグキャロット、シンホリスキー続いています。ナイスネイチャー、ホイを追走、マイネルキララ続いています。エトワールアート続いています。アグネスクリフ、その後ろ。さあ直線に入りました。これからの勝負。先頭変わってビッグキャロット、後続馬も足を伸ばしてきました。なんかこの嫌な空気のまま横綱を迎えたくない。先頭を捉えるか。やはりナイスネイチャー先頭だ。あと 200m、 先頭はナイスネイチャー、残り 100m、 ナイスネイチャー先頭。2番手はビッグキャロット、ナイスネイチャー1着、ナイスネイチャー1着、2着は微妙です。これは物が違う。ナイスネイチャー、ちょっと嫌な空気ですな。ちょっと嫌な空気ですな。ただまあ横綱ってのはいい意味で空気読まないからね。ミュージックタイムってやだね、丸いっぱいついてんね。よし、
頼むわ、マジ頼むわ。このレース名読めないけど頼むわ。いや本当ね、ここ勝ってくれないとビクトリアマイルに響くんだよ。連勝街道が消えちゃうわけでしょ。中京競馬場、本日のメインレースの発走です。スタートしました。各馬綺麗なスタートです。先行争い何が行くでしょうか。ブレイクロドリゴ前に行きそうです。グランパズリバそれに続いています。さあ面向をね変えたが可愛くしたから横綱のその後ろロング無敵後方に控えました。では前の方から見てみましょう。この辺りで各馬第一コーナーに入っていきました。一番人気のマノリー横綱現在馬群の中ほどにつけています。ミュージックタイム4歳になってどうなるかですよね。そのもう一度先頭から見ていきましょう。成長型が早いだから先手を取りました。あれそういえば横綱のコメントが来てた。その外にベルモントドリーム黄色の帽子レッツゴーターキン、その後ろ横綱も天皇賞秋出してほしいです。連勝中のグランパズリバパラダイスシティ、この馬もこのグループ1000メートルを通過、全然出れる可能性はありますよね。展開への影響はなさそうです。先頭から最後方までおよそ20馬身、これは縦長の展開です。ここでサウンドストリート先頭に変わりました。ブレイクロドリゴほとんど差がありません。間を挟んでベルモントドリーム、3番手マノリー横綱 E1、 安城のゴーサインに応えるか。この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。さあ先頭はサウンドストリート、頼む横綱勝ってくれからです。サウンドストリート先頭、3馬身から4馬身頼む勝ってくれ。2番手はダイワゲーリック、伸びとこい。 200m 横綱こっから先頭だ。残り 200m サウンドストリート粘る。マノリー横綱、マノリー横綱よし、もう一伸び、よし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 。マノリー横綱1着、2着には3歳の頃と何も変わってない。これが G1 馬だ。マノリー横綱久々のレースだったからな。まだこれ調子丸ですからね、こっからもう一段階上げれるから、ビクトリアマイル頑張ろう。あ？何大阪杯とか全然そんな興味ないものを突っ込まないでくれないか。いいえ、もうビクトリアマイルに標準を合わせてるから。はい、やった、久保村さん乗ってくれる、これは楽しみですね。プリティがな、成績はこっか。最近ね重賞めっちゃ出てんだけどね、ちょっとなかなか結果を残せてないんですよね。重賞でまだ勝ってないのか。デビュー戦で勝って以来か、勝ってないんだ。勝たせてあげたいですね。いってらっしゃい。あ、そうだ、稲荷ワンどうなんだろうね。よし、横綱勝負根性アップでいいぞ。明日も6レースですか。体調管理、うん、お任せでいいぞ。ただな、問題はな、8周巻くってとこなんだよな。なんとかキープしてほしいですな。ちょっとまあ稲荷ワンがどうなるかっていうのは分からないところはあるんですが、頑張ってもらいましょう。明日頑張ってもらいますよ。おう、帝王の調子がもう落ちた、どうしようかな。何週後、4週後放牧出せないな。健康が悪いですね。賢さがどうなんだろうな。皐月賞終わったら1週だけ放牧出してみるか。こんな感じにしましょうか。よし、今回はここで終わりますか。
明日は6レースになるのかな、まあちょっと後で確認しておきます。うんでは明日はあれですね、久々に海外のレースが多い感じかな。明日頑張りましょう。明日の分も取りだめです。はい、うんでは、今回ここで終わり。バイバイ。